ともとも、こじまです。今日はこちら、映画すみこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、ゲームで遊ぼう絵本の世界、こちらやっていきましょう。では続きから一人で遊んでいきます。本を開いて本を絵本の世界へと、前回がね、確かアラビアナイト、こちらやりましたね。ですので次はこちら、赤ずきんちゃんやっていきましょう。一番左上、狼さんとかくれんぼ、こちらやっていきます。まあ、今回もね、ミニゲーム4つあるので、それを全部やっていこうかと思います。では、お任せで、すみこたちを選んでいきます。はい。で、難しさを上げていく。そこそこと。では、こちら、狼さんとかくれんぼのゲームやっていきましょう。あ、そうだそうだ。こちらですね。赤ずきんちゃんチームと狼さんチームに分かれて、追いかけっこする。そんなゲームです。じゃあ、お任せで決めていきましょう。私は猫ちゃんです。私、赤ずきんちゃんチームになりましたね。はい。じゃあ、左上の画面、私です。やっていきましょう。次、かわいいね。めっちゃかわいいね、ほら。やっぱ。で、逃げる時間によって、あれです。ポイントがもらえます。来たらダッシュで逃げます。で、ダッシュはずっとできるわけじゃないんで、あれ？どこいる？あいつら。全然来ないんだけど。あ、いた！あれ赤ずきんちゃんだね。ちょっと全然来てくれない。あ、画面変えられる。これ実はコーナーにいた方が安全だったりするんですよ。あの、どっちから来るのかがわかるので。あ、オオカミあそこ今いた。あ、ピヨちゃんだ。あ、来た来た来た。ひよこがいる。ひよこ、あー、使った。ちょっと待って、ひよこおった。マジでひよこおるんだ。知らんかった。いや、捕まったら点数低いやん。あー、サインだった。てか、ペンギンとトカゲかなんかやってる。次、こちら、バレずにすみこ争奪戦やっていきましょう。あ、難易度変えられないね。では、始めていきましょう。これ、簡単に、今トカゲが狼役やってるので、よし、よしよし。そう、振り向いた時に、スーって隠れんといダメです。連打で隅っこを取っていける。で、振り向く。え、すげえ白くま。よい、行ったね、あい。結構振り向かないんだよね。やっべ、点数引く。初めでボタン間違ってたんだよね、連打するボタン。というわけで、2位ですね。白熊すごかったね。じゃあ次はこちら、ポコポコお花摘みやっていきましょう。はい、始めていきましょう。こちらお花が咲いたら A ボタンでゲットしていく。私は一番左のトンカツです。よしよしよし。ほい。ん？どっちが咲く？こっちか。見えない見えない。よし。よしよし。どちらどちら？はい、咲いた。あれ？ちょっとずれてダメなんだ。ほい。はい。多分ね、後半ね、ちょっと大きな花が咲くんよね。ほい。ほい。走れ走れ。あ、来た。あ、トカゲに取られた。あ、ダメだ。きれい。あ、猫に取られた。うわ、やっべ。取られまくった。どちらどちら？ほい。よし、取れた。60点はでかい。よしよしよし。330。あ、一応1位です。いやー、結構あれだったね。あんま点数取れんかったね。前回はこれ700点取ったらしいので。激ムズで遊べるようには一応なったね。では次、これ、守った赤ずきんちゃんやっていきましょう。お、また猫になりましたね。お任せ。ではこれやっていきまーす。タピオカが来るので、アームを動かして、タピオカに侵入されないようにするっていうゲームですね。私は黄色のアームです。一応、狼役になってます、タピオカ。狼の仮面つけたら狼になるというね。あ、こけた、かわいい。一応、これ、共同作業になってますね。ここにちょんって出てます。これ、捕まえられない。いやー、かわいいね。隅っこで震えてるのがまたいいね。
い、守ってやるぜお前らを。あ、来た、トピちゃん捕まった。ナイスナイスナイス。これ私ここに隠れとってもいいんじゃない、点数一緒だから。あ、捕まえられないね。隅っこたちは捕まえられません。当たり判定ありませんね。ちょっと多くない、急に多くなりすぎじゃない、私が遊んどったけん。はい、あと6秒、耐えろ耐えろ。あ、ちょっと待ってちょっと待って、何しよっと。めっちゃ入られた。はい、みんな同じ点数ですね。来ました、このダンス超かわいいや。目が輝いてるのがまたかわいいね。はい、これで今回全部4種類終わりましたね。パズル見ていく。今回やったのがあれですね。赤ずきんちゃんゾーンなのこっちです。ほこり、ひよこの絵出てない、絵本のとある1ページ1個。うっ、めっちゃ来た。すげえ。これ何のシーンだろう、これ何のシーンかわからんな、ちょっと。あ、上にあれが出とるね。これ一番最後のシーンか。はいはいはい、これの感動のシーンですね。あん、これは違うね。赤ずき、あ、来た、赤ずきんちゃんページここだ。あれ、あ、めっちゃあるじゃん、パズル。増えましたね、前より。来た来た来た。うわー、しっぽちゃんかわいい、そのズボンみたいなの。めっちゃかわいい、おむつみたい。はい。あー、ここで終わりかな?ですね。はーい。では今日はここまでになりますね。ご視聴ありがとうございました。パズルが集まるまではこのゲーム実況やろうと思うんですけど、これパズル大丈夫?どんくらい?パート100ぐらいいくんじゃない?はい、では今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ひよこちゃんもバイバイしておりますんで、ここで終わりますね。バイバーイ。